ヤクプルドビク、ヘンリク・ソビエスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族。ポーランド王ヤン三世ソビエスキの長男で、母は、マリー・カジミール・ドラグ・ランジュ・ダルキアン。1683年、16歳で父と共に、第二次ウィーン包囲で、オスマン帝国軍と戦った。父は、ヤクプに、直国王の地位を確保させようと涙ぐましい努力をし、 共和国で最も富裕な女子相続人の一人であった、ルドビカ・カロリナ・ラジビウ公女との婚約にこぎつけることができた。しかしルドビカは1681年、ヤクプを裏切って、ブランデンブルク選定校、フリードリヒビルヘルムの五男ルートビヒと結婚し、ヤクプの面目は丸つぶれになった。ソビエスキフ氏は今度は、ハプスブルク家の王女との縁組を模索したが、 ソビエスキ家が王朝を築くことを望まない、旧廷内の子宮派はこれに反対していた。その子宮派の中心にいたのは、役府の実の母親である王妃マリシェンカであり、彼女は息子を大いにつけるための夫の目論見みにすべて反対した。1696年に父が亡くなると、18人を超える、時期国王候補が立った。 ヤクプはこの国王自由選挙で、オーストリアの支持を受けていたにもかかわらず、ライバルたちは、彼の国王選出を阻んだ。ヤクプの母マリア・カジュミエラは、娘向子のバイエルン選定校、マクシミリアン・エマヌエルを支持し、フランス王イ14世は、コンティ公、フランス王イを押した。最終的に国王に選ばれたのは、ザクセン選定校、フリードリヒア・アウグスと一世で、 新国王は1697年9月にアウグスト2世として即位した。このため、ヤクプーは戦王の死士でありながら国王に選出されなかった最初の人物となった。相続権を有する候補者が軍事力によって排除されたのである。また、ポーランドをドイツ人の国王が統治するという事態はドイツの派遣に対抗してきたポーランドの伝統に反するものでもあった。 アウグスト2世は即位後間もなく、コンティ校を、ポーランド国内から退去させ、自軍に命じて、ヤクプとその弟、アレクサンデルを逮捕、投獄させた。兄弟は、その後2年間の牢獄生活を送ることとなった。1691年3月25日、プファルツ選定校、フィリップ・ビルヘルムの娘、ヘイトビヒ・エリーザベトと結婚し、5人の子女を設けた。 ありがとうございます。